おはようございます、こちら2016年6月の6日朝6時過ぎですけれども、ちょうど夜が明けつつある、夜が明けた後ですかね。この地中海の波の音を聞いてください。すごくいい音がするでしょ。このネタニヤ市、ラムダホテルのから、映像を撮っております。今日は6月の6日なので、夜6時から本番です。この日のために今日やってきました。会場では私の音楽を縦横無尽に使ったというか、その映像を繰り返し繰り返し流しながら、6時から名士たちを迎えて、マダラメセンターのオープニングの儀式を、オープニングセレモニーをします。日本からは、ソプラノ歌手の飯田美智代さんも来て、素晴らしい歌声を聴かせます。仏様のお声を聞かせるという非常に素晴らしい試みですが、この世のすべてに光を照らし、心を照らし、世界が平和になりますように。人の心も魂も、自然さえも安らぐような音楽。今日はその音楽を皆さんにお聞かせしたいと思います。